ブロッドを有効活用するですって。そんなに驚くことでもなくない？社会、環境、経済の持続可能性については世界中で議論されてる。魔法も同じだよ。僕らは魔法を使うことで発生する廃棄物、ブロッドも重要なエネルギー資源の一つと考えてる。大切な資源はリサイクルしなきゃでしょ。エネルギー資源ね。その大切な研究のためなら使えそうなサンプルは力ずくで捕獲してくると。随分とご立派な活動をしてんだ、ステュークスってやつは。今回みんなに事情を説明することなく強制的に連行してしまって申し訳なかったと思ってる。でもみんなだってもう二度とオーバーブロッドなんかしたくないでしょ。ましてやファントムの種芋として出がらしなんかに絶対なりたくないよね。そのためには自分の持つ魔力やブロッドの性質について知るのはすごく大切だよ。ステュークス本部には世界最新の検査設備が揃ってる。ここ以上に正確で詳細なデータが取れる場所はないはずだよ。未来の自分のためにもしっかり精密検査を受けていってほしいんだ。随分と聞こえのいいことばかり言うのね。要はデータ収集に付き合わなければ学園に返すつもりはないってことでしょ。話が早くて助かるよ、ビルシェンハイトさん。というわけでサクッとデータ収集を終わらせよう。みんな手元にあるタブレット見て。ムービーの次は何なんですか？ NDA 秘密保持契約ってやつ。読んで内容に合意したら最後にサイン頼ますわ。フォームにメアド登録しといてくれたら写しのダウンロードアドレス送るんで。はあ、有無を言わさず連れてこられた私たちに NDA にサインしろですって。武器を持った人間まで同席させておいて脅しも同然じゃない。ああ出た出た、電化製品の説明書を最後まで読まないくせに動かないんですけどとか怒るタイプ。読む前からファイティングポーズを取らないでもろて。これは君たちを守るための契約でもあるんだ。最初に言ったでしょ、君らが僕らに言いたいことをしないなら僕らも君らに言いたいことはしない。君らがデータ収集に協力してくれるなら最先端のブロッドケアを提供する。検査にかかる時間は約24時間。たった24時間だけ僕らに協力してくれればいい。でスムーズに検査を終わらせてサクッと全員ハッピーに解散ってことで。僕だってしたくてこんな仕事してんじゃないんだよ。本当は今すぐ推しキャラのイベ走りたい。一刻も早く解散したいならさっさと読んでちゃちゃっとサインして。くそ、あのかいわれ大根、こっちが丸腰だと思って調子に乗りやがって。この首輪がなければあの野郎の髪の毛を全部砂に変えてやるところだ。あらレオナ、たまには気が合うわな。あのさ、本当に内容を一字一句最後までしっかり読んで一項目ごとに質問してくることある？サインするなら全ての条件に合意できてからなのは当然でしょ。ええ、万が一にも僕が損をするような契約だったらたまりませんから。ビル先輩とアズールの言う通りだ。もし法に触れる内容などが盛り込まれていたらどうするんだい？君らほんとブレないな。さすが SSR 前代未聞の問題実習団。